いつも皆さんご視聴ありがとうございます、えー、画家の川田優子です、えー、4月の27日の配信のあの、うん、横須賀美術館の細密表現展に出品しますっていうあのあ動画を配信しましたところたくさんの方に見ていただきまして本当に好評でありがたいなと思っております本当に皆さんありがとうございます 今回もプレゼント企画をご用意いたしましたので、えー、最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、まずはですね今あの横須賀美術館で、えーま、展覧会に作品が展示されております。でそのあ展示内容の詳しい話はそのうちあの杉野さんとの対談で。 まあちょっと1ヶ月先ぐらいになってしまうかもしれませんが詳しくまあ,まあできるんじゃないかなと思うんですが今あの収録した後に編集中ですのでえちょっとお待ちいただくということでまあ先にですねこの教異の細密展の,あの中で私がどのように展示されているかをご案内してまあできれば 横須賀美術館まで、まあ、足を運んで見に行ってほしいなという思いもありまして、えー、なんか見に行きたたくなるななるといいいうようよ話をしてみたいと思います <laughs>、えー、実は私もあの5月8日の日にですね、まあ、ちょっと打ち合わせあの高校生の対象のアウトリーチというイベントっていんでしょうかねあのデモンストレーションがあるので、えー、それが5月30日のあたりなんですよ。 なので、えー、その打ち合わせを兼ねて横須賀美術館ままで見に行ってきました、えー、私の場合はまず東京駅まで、えー、軽井沢から新幹線で行って、えー、東京駅から山手線で品川駅で品川駅からは京浜急行線で、えー、ずっとまっすぐ来まして私の場合はちょっとあのー 朝早かったので特急にしましたが快速特急だと多分30分ちょっとで来れると思うんですが品川から堀之内というところまで来まして堀之内のホームに着きますともうその同じホームに浦賀行きの,あの各駅停車の電車が待ってますのでそれに乗り換えて、えー、それで次の駅なんですが守海岸というところからバスに乗りました。 でバ,スにバスは本当に本数が多くて、えー、たくさん出てるんですが、えー、っとそれで10分本当10分ぐらいで横須賀美術館ままで到着しました、まあ、行ってみれば結構あなんか意外にあの早いなっていうか行きやすい場所だなと思いましたし。 えー、今は本当にあのいい天気の時に来ましたのであのとてもあの美術館のあ中だけでなくて外の風景もすごく楽しんで、えー、見てきました。えー、そして、えーまあ、私の作品なんですがこのうん細密脅威の細密表現点の一番最後に、まあ、鳥っていうんでしょうかね あの締めといいますかそんな感じで、えー、作品が展示されてました。でこの作品はまあこういうふうに撮影もうほんと iPhone で簡単な撮影をしたんですがあのー、まあ、iPhone ですからあまあ色っていうのはだいぶうんそのうん iPhone の設定によって変わってくるんですけれどまあ 肉眼で見た感じはこれに近いとは思うんですがどうしても場所によってこうちょっと暗く見えてしまいますが本当のところからすると結構明るい作品です。で、ねえー、これは「あの雪波」って書くんですが、うん、私の中では「切羽っていうあのあ、まあ、気持ちでつけたあのタイトルです。であのこれは2008年から 2013年までもう5年間かけてずっと作っていたものでまあ、うん、もう間にいろんなことあったんですあの震災もありましたしそれからあーなんか長野に引っ越すっていうんで引っ越したりでその根本さんっていう方は、まあ、どういう経緯でこの作品を買われたかというとうん 私のブログを見て、えー、読んで、えー、まあ展覧会にしょっちゅうそれまであの展覧会を見に来たっていうんじゃなくて本当初めてそのクインテッド展に向かって私が支援をあの呼びかけていて、えー、というのは骨折をしましてほ、えーまあ、本当にもう窮地に立ってたというか必死な思いでまあ 出品もしなければならないし骨折で、まあ、アルバイトしながらなんかもできないしあのもう制作一本でやってることだから、まあ、とにかくここはいろんな方々に応援してもらおうと思ってブログサイトで、まあ、こういういきさつで骨折してしまってっていうようなことを書いて、まあ、2014年次の年には損保ジャパンに、えー、展示しなきゃならなくてみたいなことを書いてって。 でその時にですねあのうんこのうん作品は長野市にもう,う引っ越しと同時にこう動かしてあってでもずっと2008年から相模原で制作してずっと2012年に長野市に引っ越しをしてっていうことでもういろんな思いもうその間にですね こういういあの2 0 1 0年にひもんヤという場所でブルジョア・ボヘミアンというイベントがありましてこれは、うん、私が名前は付けたんですがあの物件を扱っている大家さんがいろんな職種の人を集めて自分のところで この紹介する別にこの建物がその人のあの物件っていうわけではないんですが、えー、こう賃貸物件は扱っている大家さんが、うん、近くの,あのいいこういう多目的な使用ができるようなああのまあうん、スペースがあってそこにあのこれ,これはと思う人を集めて、えー、まあ 私のおすすめのおめ人みたいな感じで紹介してくださるようなイベントででこの時に私はこのちょうどこの折半の作品をあのあ書いてる制作してる途中だったのでこれを相模原からひも山で、えー、赤棒のトラックに乗せて持ち運んででそこで、あのー、建築設計士の方が あのこういうねワンチンというんですが私があの、うん、アトリエで使っていた時にはこれがあの縦の棒が突っ張り棒だったんですがそれじゃあちょっとかっこ悪いのでっていうので 2x4 の,木,造をあの木材を使って、えー、設置してくださってでこういうステ、まあ、外ちょうどこの窓側の。 すごくあの見晴らしのいい隣が教会のステンドグラスが見える場所だったんですがその素敵な場所にたたずんで <laughs> 制作している様子を皆さんに見ていただくっていうイベントをしたことがあるんですが、まあ、もちろんトークショーもあったりしていろんなことやったんですよね。でまあ、私も若かったんですし まあ、いろんな方と本当に今までお会いしたことのないような方とお会いしたりしてで今でもそれで覚えていてくださって私の YouTube の配信を見つけて「あのうわ見つけました」みたいな感じでこう声かけてくださる人もいるんですけれどもまあすごいな懐かしいあの出来事でこのね 2008年からずっと作ってたこの形跡というかその足跡がですねこういう写真にも残っているんです。でこれはですねあのもうこれも長野市に引っ越してきた時のことなんですけれども長野市でまあ ご支援を集めようと思って自分でこうキャンバスを貼ってるところを見せて、まあ、皆さんにあの呼びかけるっていうようなそういう動画でもう11年前ってなってましたが11年前に YouTube にもう配信していてでこの奥ですねこれがあのセッパの作品なんですけれどもまあ,あのこれはクインテッドに向けて、まあ、大きい対策を何点も出品するので、まあ、キャンバスを貼ってるところです。 でえっ、ー、とまあこれで見えなくなってしまいますがここを見ても分かると思うんですけれどここに突っ張り棒がここですね突っ張り棒がありますがこれがあのワンチンのために天井と床にこの突っ張り棒をこう挟んで。 えー、挟むっていうか設置して、えー、そこにあのビスをですね1234、まあ、何段かこう止めましてネジ、ね、止めしましてそこにあの板の棒をあのまあキャンバス対策のキャンバスの板なんですけど <laughs> あのそれをですねあの、うん、かけてそこで腕を乗せて描くっていうのをやってたんですよね。でここののの小さいこちらの方の あの机っていうのは自分で作ったもう本当にワンチン用の、うん、あワンチンっていうのは腕を沈めるっていう風に漢字では書きます。でこのワンチン用の,あの机っていうのは私が自分で作ったもので小作品などはこのようにして壁にこう、まあ、当時ですね私イーゼル持ってなかったんですよ。っていうかイーゼル買えなかったのでいやイーゼル結構高いんですよ。 あの高さ調節がこう自由にできるものっていうのはだいたいね安くて10万ぐらい。 あの私が使うようなこうう対策を載せられるようなのは万万とか30万とかかするんですよねで,できれば本当はあの電動のや、ね、ホルベインさんから出ている電動の対策用のイーゼルがあるんですがもう年取ったらねああいうもの使わないとちょっと動かせないかなと思ってるんですがまあこうね、えー、こういうふうにあの若かったし。 えー、もうあのお金もないしで、ねえー、こういう感じでもう突っ張り棒を使って、えー、うまくこう利用して制作に使ったりこういう、あのー、キャンバス貼る時にこうね、えー、立てかけたりして使ってたんですが、まあ、この時に切羽がここにこう見えるわけなんですけれども、まあ、その作品がですね今やねその根本さんが一時期購入されて。 でお持ちだったんですが、あのまあ、2016年に横須賀美術館で、あのまあ、これなんですけれども、横須賀美術館で、えー、川田有子展というのを開催してくださって、えっ、ー、と千年の緑っていうタイトル、サブタイトルをつけて、まあ、あの結構、そうですね、26点の作品が展示されました。 でまあ、あの会場はまあなんか大開講展とかっていうのではないんですが新、まあ、鋭の、うん、新鋭の作家の、うん、制作の、まあ、途中だけれども、まあ、こういう作家がいますよっていうところにこう焦点を当ててくださるような展覧会で <Yes. S 1>、えーまあ、この時にですね根本さんがお持ちの作品3点ぐらい、えー、あったんでしょうかね。 えー、ずいぶんたくさんのいろんなもう根本さんだけじゃなくてそのほかにもあいろんな方々がこの作品をあのその時に帰宅してくださってあのう、まあ、貸してくださってで展示ができたっていう感じなんですが、まあ、私の作品はこのようにですね意外にこの個人の方が買ってくださって えーまあ、対策も買ってくださるっていう例がありまして、まあ、本当にあの恵まれてる作家だと思うんですがで、えー、その時に展示した作品がですねこのそのままこう残ってそのまんまあのずっとこう横須賀美術館の収蔵庫にこう収まってたと思うんですがたまにたまに出てくるんですよね。それで えとこれが2021年にあの開催されたあの美術館のすすめっていうあの展覧会の時にも、まあ、スクラッチこれはスクラッチもハッチングも両方あるあのすごくこう、うん、重要な作品なので、えー、スクラッチのまず制作方法っていうのはのど,どのようにされてますかっていうインタビューがあって。 でまあうん、メールのやり取りでのインタビューだったんですけれども、まあ、それで、あのまあ、どこか行っちゃったかな、まあ、これですね、ここのページに私がどういうふうにスクラッチをするのか、その手順みたいなものを簡単にあのこういう手順でやってますっていうことを文書で書いたのを掲載していただいたんですね。でえー まあこので何回もまあちょっと流行り病の時期だったので見てくださる人はちょっとやっぱり少なかったのかもしれませんけれどもでもあのこの時に初めて私の作品を見た方がですね横須賀にあの引っ越したばかりだったのかぜひ作品を買いたいっていうのでウェブサイトからあのご連絡があって作品を売ったこともあったりしてえ結構 あの見に行ってくださった人はすごくこう印象深く感じてというのはあの YouTube で、えー、配信した動画をあ会場でどういうふうにスクラッチの制作をしているかをあの映像で紹介してくださったということがあって、ね、それですごくこう興味持ってくださったようだったんですよね。そそしてん、まあ、んなこんなこで えー、この作品はまだ横須賀美術館にありまして一応これは根本和明さんの、えー、所蔵なんだけども横須賀美術館に帰宅っていうおお貸し出しますっていうか、あのー、う帰宅しますっていうことで、まあ、横須賀美術館もじゃあ、あのー、大きな展覧会 こういう展覧会をして後でその作家の、まあ、一応その、うん、記録っていうか、まあ、あのそういうことを展覧会やったっていうこともあるしまああの作品をあの受け入れて、えー、なんか機会があれば展示しますというような感じで、まあ、帰宅されている作品なんです。でまあちょっとこの私のこの作品はですね 何しろこう画像で見ると何だか分からないと思うんです。それで、えー、今回あの簡単なスマホでビデオを撮ってきましたのでちょっと皆さんと見ていただきたいなと思って、まあうん、動画の中にこう組み込んだんですけれどもこのようにですね作品斜めから見ると すごい 3D なんです実はでこれで盛り上げてるわけでもないしなんかあの普通に平面で絵の具なんですよ。なんですがちょっと普通の方がしないやり方で、えー、描いていますので斜めから見るともうまるで違う何か何なんだろうっていうか何でできてるのかわからない作品なんです。 でこれはアクリルですよとかキャンバスなんですよって言ってもですね一般の方には油絵の具とどういうふうに違うのかとかキャンバスって言ってもそれが布だとかそういうことも全然普通の方はキャンバスが何であるかも分かんないんですよね。なのでなんかこう刺繍ですかとか布なんですかとか、まあ、キャンバスは布なんですけれどもなんか織物みたいなものかなと思ってる方も多いんですよね。 なので近くででで本当に見てみななないいとわから作品なんですでもそれをですねあの一言ではなかなか言い表せないので多分それで「驚異の細密」っていうのが一番今回フィットしたっていうことなんだと思うんですが。 ななかなかこれを私もですねこの作品の良さとか着眼点とかポイントっていわれてもいろんな要素がこ中に入り込みすぎていて自分でもこう自分の作品をうまくこう説明できるわけではないんです。<laughs> 本当にあの 難作品を作家の方々の,この今回の展示も現代作家の方の何人かあのピックアップされて細密に関する展示ということにこう合わせて作品出品されてますが、まあ、その方々のそれぞれの解説文章があのキャプチャンの脇にこう掲示されているんですけれど皆さんねさすがすごいなっていうか。 あの長年ね制作されてる方の文章はやっぱ違うなと思うんですが私はねあもうちょっとこういう風に書けばよかったかなとかねえあのちょっと言葉が足りないんだよな私いつもとかってすごく反省して帰ってきたんですよねでもいざこういうふうに動画で撮ってもですね一言では何ともこれがどういうふうに重要なのかってうまく話せないんですよ。それで、えー この動画はですね、えー、東京国立近代美術館が2007年に私の作品を所蔵した作品があって、えー、それをですね、あの学園員の方があの「マチエールの秘密」っていうあのタイトルで、えー、紹介する展示を企画してくださったことがあったんです。で、えー、その時はですね、あの 東京国立近代美術館の、うん、現代作家の会があるんですよね2階に、えー。その会のおお中のいろいろなこの現代作家でマチエルに、えー、こうマチエルが重要な作品がこう集められて展示されたんです。でそれが、えー、と2011年の3月で私3月のやっぱり 5日とか8日とかそのぐらいに見に行ったと思うんですけれどその後ですよねあのその時はその後、三311ですよねの大地震が起きてそのね展覧会ね1週間ぐらいでね <laughs> あの終わっちゃったんですよねだからその展覧会見た方もすごい少ないんですよ。で、 この,所蔵この所蔵品この,あの「アーサウザンドオブウィンズが東京国立近代美術館にあの所蔵された時もなんかね連絡が来なくてあので所蔵されて展示してますっていうあのなんかそういうお知らせが来なくてなんか会議が終わるぐらいに「うん、あ実は展覧会で展示してました」って言われてええー、と思って。 それから案内出したので、ほとんどの方は見れなかったんですよね。<laughs> なので、あのほとんどの方、はこれ見たことないんですよ。この作品、<laughs> 東京国立近代美術館。ただね、えー、クインテッドの時に、それでね、貸してもらったんですよね。あの美術館だったので、損、えー、ポジャパンがあの申請書を貸し,あの貸してくださいっていう申請書を書いて、貸借りてくださったんですよ。 ただねすごい暗いんですよねそのボジャパンの美術館って展示室が。だからあんまりよく見えなかったんじゃないかなって思うんですけれどまあこのその時に、えー、学芸の方が川田さんの作品のハッチングとスクラッチがどのようなものなのかをもう接近したそのか高解像度の デジタルカメラであのプロのカメラマンに撮ってもらえますからっていうので撮影に立ち会ってこれ撮影してもらった時の,あの写真画像を利用してこの動画を作ったんですよね、えー、ですからもうだん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 こうねこういうふうにこうだんだんこう近寄っていくっていう感じでこう見せてますが実際は動画で撮ったのではなくて、えー、接近画像をこう撮影してもらって。 すごい高解像度なのでこうね拡大してもねあの崩れないんですよね形がねなのであの結構鮮明に出てるんですがこれがあのスクラッチとハッチングが交差している状態です、えー、このぼわっとやらかい線があハッチングの線ですそして鋭いこう針金のように見えるこの線があのスクラッチで引っかいて えー、できている線線なんですですから別にここに溝があったりするわけではないんですがこの格差で、えー、鋭いスクラッチと柔らかいハッチングの格差ですごくここに構造っていうか立体的な空間があるように見えるんですが別に空間ないんです。<laughs> ないんですけれども目の錯覚でここに空間があるように見えるんですよ。だから ミクロではミクロまでいかないんだけどすごい微視的に見るとこういうあの状態がこの画面一面にできているので、えー、先ほど見たように斜めから見た時にすごくこうなんか彫刻なのかなとか立体なのかなって思うような画面になってるんです。ででもも、ま、ったいらなんですもう 会場に行って確認していただければ分かるんですがもう普通のフラットなキャンバスなんですねなんですが斜めから見るとこのこういうふうに作り込んであるので、えー、こういうこういう斜めから見るともうあのすごくこう 3D に見えるというかでもそこを何て言っていいのか分かんないんですよ私、まあ、3D 絵画って言っていいのか <laughs>。 それもちょっと違うしうん、まあ、どなたかがねそのうちね頭のいい方が言葉を見つけて私の作品をこ,うこの作品はこうこうこういう作品ですって、まあ、最後にねあのまとめてくださる方が出てくるんだと思うんですけれども私にはちょっとねいろんな要素がありすぎてこの作品はこういう作品で重要ですってことはなかなか言えないんですよ。 ですからここに解説一応書いてあるんですがまたこちょっとねそういう仕組みの話よりももっとこう情緒的な話を書いてしまってるので、えー、ちょっとこの作品のうがななどういうものなのかっていうあらかじめ伝えておかないとそういう目で見てもらえないっていうところがあるかなと思って、えー、解説させていただきました。 まあこのように私の作品はまあ結構大きいものでも個人の方が所有している例が結構ありましてで特にこの根本さんがお持ちの作品ってすごく特徴がもういろんなものを持ってくださってるんでちょっとそれも紹介したいと思うんですけれど根本さんは他にこういう作品もお持ちです。でこれはやはりあのアクリルの絵の具で描いた作品ですが。 これもでですね、近くで見るとこうなってるんですよ。こうなってるんですけれども、まあえー、スクラッチはないのでもう少し柔らかいんですがあのすっごい細かすぎちゃってこのハッチングの線が。あもうこの時2015年もう2016年まではあのアクリルでハッチング描いてましたけれどももうここがピークっていうぐらいに細かい。 あの線描を入れてるので言わないと。これがどういう風に描かれてるかっていうのは皆さん見なくてあ腹なんだなって見ちゃうんですよ。なので、えっ、ー、となんでこれがまこう白く見えるんですが、いろんな色が入ってるんですよ。いろんな色を線描で入れ込んでで、それが影に見えたり、光のこう。反射に見えたりしていてで、花びらの薄さとか。 透けるような感じとかそういうものまでこう書き込んでるんですけれど書き込みすぎててこれがそういう線表だっていうことはちょっとよーく見ないと気がつかないんですよね、うん、まあそういうことをして何の意味があるのかと思うかと思いますけれどもこの方法だからすごくこの薄い感じが出るので えーまあ、花びらを描くとしたらやっぱりこの方法が一番私はあの透明感が出て薄,薄い感じであの微妙なこのうーこう蛇行っていうんでしょうかね凹凸とかそういうものが私の場合はこの方法だとすごく出しやすいんです。でこの作品もうんまあ割と中ぐらいの大きさで。あの 根本さん買ってくださって、今もご自宅で所蔵されてるんですが、こういうものもお持ちなんですね。これは、あの、全く違う作風なんです。これも、あの、2016年からはですね、この15年から16年かけても、ガラッと変えたんですよ。あの、もうここまでやったら、あとは、 何て言うかすごくうまくできますっていうのだけ見せちゃうことになるのでまあそういう世界もあるかもしれませんがそういうのってねアートの世界ではねちょっと技巧的っていうか職人技みたいな世界になっちゃうんですよね。なのでなんかそういうものを一旦崩しなくすっていうこともすごく勇気を持ってやるやってお,おいた方がいいなって私は思ったんですよ。であの やっぱ技巧的な作家はあのすごい稼げるかもしれないんだけれどもああの芸術じゃないですよね私の中ではですよ私にとっての芸術作品っていうのはなんかこう今まで出来上がったものをまた打ち壊して新しいものを作るっていうものだからもうここまでできたら私は私の中でやっぱりこう革命を起こさないといけないって思ったんですよね。 なのでこれはこれで、うん、終了っていう感じですごい贅沢な作品なんですよそういう意味ではもうこの先にこれですごい稼げたかもしれないものを全部あの私はやっぱりファインアートのアーティストなんだからっていうのでここで終わりにしてで、えー、一つ私がずっと抱いていてアクリル絵画の この技術のっていうかこの他の人がやっていない技法が出来上がって、えーまあ、ある程度こう,、うん、こういう作品が新しく出来たっていうことが出来たのだから今度はこの私が油彩油絵の具を使った時にどのぐらいどういうことが出来るかっていうことに挑戦しようっていうそちらの方にシフトしたんですよね。でそれが このシリーズで最初はぼかしでもう線描を全くなくしたんです。えっ、ー、と、今までいくら細かく入れてもですね、みんな気がつかないんですから。<laughs> 気がつかない、言わなきゃ気づかないんであれば、なくてもいいんじゃないかと思う。まあ、そしてそれが対照的でもしかしたらこうすることによって、 以前やっていたこととな,なぜ何が違うんだって見てくださるし、よくけ、まあ、観察してくださるんじゃないか。何が違うんだろう同じ作家なんだけど、どうしてこう変えちゃったんだろうみたいな。もう,もうこの時に散々言われましたよね。もう体よくは終わりだみたいな。<laughs> 終わりだっていうか、もう目が悪くなったか、年取ったかで、線描が描けなくなったんだろうとか、なんか体を怖くして、 制作ができなくなって、まあ、こういう作品になっちゃったんだよみたいなまあそんな感じでね結構ね文句言ってきたりですねなんかねもうあのなんでこんな作品作るんだみたいな怒られたりしてすごくあった時あったんですよもうね一人二人じゃないですいろんな方にいろんなこと言われましたででもねね私はです、ね あの結構ですねあのやんちゃなので何言ってんだろうみたいな感じでねふざけんなっていう感じなんですよ <laughs> あの、ね。こんなに一生懸命やってた時期には何にも、ね、気が付かないでね何とも思わない突然こうしたらねい言い始めてね何たることだっていうかね それをなんか戒めるための作品みたいなところもあったりしてうん <laughs> みたいな感じでしたけどねまあその当時まだ若かったですからもうあしゃが力ですから私の何が悪いみたいなね感じで押し通してもう全然こう違う作風にこうあの今までも私アート百科で、えー うんまあ、レイビチとか紹介してますけれども、全く違う作品に転向する作家っているんですよ。例えばね、今回のこの細密画、驚異の細密画展にもですね、ぜひ皆さんね、忘れずによく見てきてほしいんですが、うん、この中にね、えー、と小糸源太郎っていうね、えー、大正から明治ぐらいですかね、の作家がいるんですよ、画家がね。 1887年から1978年まで、あ、昭和まで生きた長生きの作家ですがあこの人のね「消しの花」の作品が2点ありましたけれどこの作家なんかも最初はバリバリの印象派風の作品なんですよ。なんですがある時から突然すごい写実に変換するっていうかねあの何の転機があったのかわかりませんが。 全く違う写実のもうガリがもうバリバリの写実の作品作風に変えちゃうんですよ。でそれがまた評価されて、えー、世にあの人々が知らねあの世に名前が知られるようになるという、まあ、そういうことがウィキペディアに書かれてましたがたまにそういう作家いるんですよ、まあ。突然違うこと始めるっていうね。でまあこの時もですね突然この作風を 画廊で出したために横須賀美術館の学芸員が注目してでなんかやりましょうって言ってきたっていうことがあるんですよね。だから本当にこの美術史の流れをよくいろんなケースを知っている方にとってはこの作風が変わったっていうことはこれはっていうふうにもうあの見るところが違うんですよ。これは興味深いいっていうで まあそういう目で皆さん普通は見ないんで一般的にはなんかあの有名な作品ばっかり皆さん知ってるから教科書に載ってるピカソの絵とかうんもう,うんジャクソン・ポロックはこの作品とかって頭の中に浮かぶ絵ってもう代表作しかないじゃないですか。 そうすると実はジャクソン・ポロックはシュール・レイズ,ズムの作品もあったんですよとかピカソなんかもいろんな作風がある中でもう代表作を選ぶのが難しいんだけどもかろうじてちょっとこう変な顔のやつが、まあ、ピカソらしいっていうんで一点掲載されてるとこの作家はずっとこの作品を作ってたのかなって思い込まされちゃうんですよね。なので そういう目で作品を見ている人にとっては私がこうどんどん次々とこう変化していくとついてこれなくてもうな前の方が良かった前の方が良かったとか何で変えたんだって散々ずっと古典やるたびに言われてきたんですよっていうぐらい私は作風変えてきたんですよ。なんですがこの根本さんだけはついてきてくださるっていうかね面白がってええー、っていうかね 今度これできたかみたいな感じで、まあ、そういうのでねまあ皆さんは、うん、多分これだったら買うとかねでもこれはちょっとダメとかねそういういろんなそういう思考があると思うんですが根本さんはいろんなものがいいと思える、まあ、本当あの珍しい方でえそして、えー、今回ですね えー、根本さんがいやこれも選んだかっていうねこれはですね、えー、2006年に発表した作品で、えー、これはね「展、う、開、ん、って言って「すずりの海」っていう作品なんですがこのね相模原の市民ギャラリーでこう展示した時にまあ対策ばっかり出したのでこれは二人間展だったんですが。 この奥の方にこう展示されているこれです。この右手の方の右側の向かって右側の,この奥の方に見えるのがこれが見解っていう作品でして、まあ、こう、スクラッチの流れの時っていうのはね、結構深い色を追求していたので、やっぱりね、柔らかい色だとね、スクラッチの線がもう本当に分かんなくなっちゃうんですよね。なので、 割とこう渋い作品が多かったんですがうなんか根本さんがこれはどういうふうに買われたかっていうと私が2017年に長野市から軽井沢に引っ越して、まあ、長野市でも大変、まあ、ギリギリの生活で制作していていろんな支援をもらいながら作品をなんかあ2016年で画廊が休労したりなんかして。 えーまあ、なんとか食い継がなきゃいけないんでいろいろ作品売ったり個人的に売ったりしている中で、まあなまあ、もう少し家賃の安いところって、まあ、長野市も安かったんですが広くて安かったんですけれどももう少し都内に近くて安いところって探したらその軽井沢で5万円の物件が見つかったんですよね。でこれはっていうんでまあ ああ思い切って何かが売れた時にあの引っ越し代金そうですねちょうどちょうどですね作品がに20万ぐらい売れた時期があってそれを元手に引っ越そうってうしてであのな軽井沢に引っ越したんですがこの引っ越し代金を支払うともう空っぽだったんですよね。<laughs> これからどうするかって思って そうしましたら根本さんがですねもう困ったなっていう時にね送ってくださるんですよお金を。それでいや根本さんって私もうそれまでも今もそうですけどほとんどお会いしたことないんですよっていうかブログで知り合った方なのでブログとかその私が配信してるニュースレッターを読んであ川田さんに制作してるなとかそういうことを知ってくださってるだけで。 根本さんはあの千葉に住んでいらっしゃる方だしうーんもうなんか私もこんな遠くまで来ちゃっているから画廊でも発表しないからもうほとんどの,そのコレクターの人はもうあきれてもうあの見放しちゃうんだろうななんて思っているんですがそうではなくてもほとんどの方々がですねなんか応援してくださって。 いる中で根本さんはやっぱり小作品じゃなくて大きいものが欲しいからっておっしゃってくれてで一生懸命こう制作するんですけど私もですね小さい作品も売らないと生活が成り立たないのでやっぱりどうしても大きい作品に時間をかけないっていうことがあって。 でもいいです、そのうちできたらでいいですから、いいですからって言って、これ積み立てですからって言って、お金を送ってくださって、で、それが結構な金額になってしまったんですよね。なので私もこのままでいいのかな。ありがたいんだけれども、これでその対策、本当にすごいものができるかどうかもわからないのに、このままで、 大丈夫かななっっってててちょっと心配になってきたりしてで,である時に「いやこの辺でちょっとそろそろ私の作品も上限がだいたいこのぐらいの金額でそれを超えてしまった時にどうやってその、うん、お返ししたらいいかもわからないし、えー、とこの辺りでその作品欲しいものがあったら言ってください」って言ったんですよね。ああそうしたら この作品を選んでくださってあこ,れはこれだったら買えますかねみたいな「いやいや十分買えます」って言ってそれでまあ川田さんねその自分のところに送ってもらってもいいんだけどこれだけの作品を送るんでも結構な金額がかかるでしょうっておっしゃるんですよ心配してくださってでうんそうなんだけどその いいですよ私あの赤帽に乗って持っていきますからって言ったんだけど根本さんが「これあの美術館にちょっとこう置きたくなり寄贈するってアイデアどうですか?」って言うので「いやだって買ったばっかりなものはあげなくてもいいのに」とか思ったりしたんだけども <laughs> あのまあ 美術館を取りに来てくださるって言えばまあ確かにあの助かるっていうか安心だなっていうのはあったので私もトラック借りるだけのお金もなくてじゃあ、まあ、まあこれはね根本さんがおっしゃることに従うしかないしあの根本さんの,あのご意見に従いますのでって言ってそうしたらそんな話が起きてから1年ぐらい経ってからだ。 でしょうかね、半年ぐらいだったかおととしに取りにおられてでその後どうなったかなこれはなんか寄贈したいとかっておっしゃってるけど審査だってあるだろうしうーん,なんか展示されるのかどうかもよく分からなくてまあ展示したら見に行って。 あのご、ー、挨拶しなきゃなとは思うんだけど展示されましたっていう話も来ないしいそのまんまこう根本さんとはずっとお会いしてないし、あのー、いや根本さんと最後にお会いしたのは多分2000あ2014年のクインテットの時ですよね。 その後、画廊でお会いしたかもしれませんがそれ以来ずっとお会いしてないので一度ご挨拶しなきゃいけないなと思いながらもずっとこうありがとうございますのご挨拶もできてなくてで今回この作品があの本当3年ぐらいかかったと思うんですけれどあのこの度横須賀美術館の所蔵というふうに決まりました。 で、えー、なんかすごい審査があったみたいです厳格な <laughs> それでまあそのコロナっていうのもありましたしあのなんかいろいろこう動きがあのゆっくりだったんだと思うんですがすごい時間がかかってでまあこれがでも今回の美術展に提出されるのかなと思って。 思っていたんですがなんかその決まったのがこの展覧会が始まってからだったのでやっぱりそれには間に合わなくてあの多分今横須賀美術館の収蔵庫に収められているんだと思うんですがまあ何かの時にまたこれが出されるのかなと思いますでいっぺんには見てもらう機会っていうのはまだそういうものはなくてえー、まあ皆さんにね いろいろな方にいろんな作品見ていただけたらいいんですが、まあ、この動画の配信でまずはあ、こういう作品があるんだなっていうのを知っていただくと。で、えー、横須賀美術館にはですね、他にですね、あの所蔵されている私の作品があって、それもご紹介したいと思うんですが、あのこれが「うちなる自然」っていう作品で、 えー、個人の方が、まあ、大学の先生ですけれども割とテレビにも出る有名な先生で、えー、とこの方もちょっと変わった方でなんかたまたま女子日の100年記念展かなんかで図書館の上に若い作家が集められて2000あれ2000 4年とか3年ぐらいの時にあ2002年ぐらいかな2002年だったかなもうちょっと前だったかもしれないんですがあの美術館で展示された時に私の作,作品を見に押したっていうか他の作家の作品を見にいらしてたようなんですがその作品と一緒に私の作品が展示されていたので、えー、と興味持たれて。 それで画廊にこう古典に見に来られるようになったんですよ。であの何点も買ってくださってますよねこの方も本当にあのうーん初期のこういうねスクラッチが中心のこれねハッチングとも書いてあるんですがもうほとんどスクラッチの方が全面に出てるような作品で。 この辺の雰囲気っていうのはあの今横須賀美術館に所蔵されて所蔵じゃなくて帰宅されて展示されているこの作品に非常に似た作風なんですがまだこれよりも何て言うのかな出来上がったのがこれ2013年なのでこれがその途中でこう出品した作品なんですがこれは割とまだ地味なあの。 こちらに近いですよね。こちらに近いよよ。うな作風な作んですよでこの方が、うん、持ってる作品にはこれと本当に同じ時期に作ったこの作品があってこれも「メモリー・オブ・サンズ」っていうこの砂粒のこれも「見ンっていう海の,あの砂浜のシリーズなんですけれどこれと同じ時に出品して えー、まあ作制作してあでこの方があの、うん、所蔵していたのを横須賀美術館で展覧会やった時にそのまんましあの寄贈されたっていう作品なんです。これも、うん、中ぐらいの、まあ、比較的少し大きめの、うん、サイズの作品で細かく描 スクラッチ入ってる作品なんですよねで、まあ、ハッチングって書いてある分ほとんどスクラッチが中心の作品です。ていうこの方はあのもう一つこういう作品もお持ちでお持ちだったんですがこれも横須賀美術館に寄贈されていてこれは「氷の近い」っていうあの長野市に引っ越してから私は、まあ、軽井沢に来てもそうですがずっと氷とか雪とか なんかクールなあの色の作品をずっと手がけてきているんですけれどその中の,あの、まあ、始まりの作品で、えー、これはあのこれの大きいタイプのが「鳥は見ている」っていう作品があるんですがそれの「鳥は見ている」の作品の元になった作品でこれを大きくしたのが「鳥は見ている」っていう作品なんですよね。なののでこちらの方が なんかもっとこう迷ってこんなんでいいのかなこう,こういう作品でいいかな自分の作品としてあの大丈夫かなと思いながら制作しているした作品なんですよね。これもまあこれが2013年でこういう本当に私は当時はもう長野市のアトリエで もうぐるっともう作品だらけにしてその、まあ、今もそうなんですけども,もう一度に何点も手がけるような感じの制作の仕方だからーこれが行き詰まるとまた大きい方やってでまたその大きい方が行き詰まるとまた小さい方に戻ってきてとかってこう一日のうちでもいろんな作品に手をかけて。 一度にこう制作していくっていうそういう制作方法だったんですね。なのでこの時期は本当にたくさんでなんでこの時期たくさんできたかっていうとこういうこともあるんですよね。あのアクリル絵の具っていうのは絵の具がすぐに乾くんですよ。あの水性なので乾燥すればすぐに上に線病がかけるのでそういう意味ではすっごく。 スピーディーにできる方なんです、これでも。で、その分、まあ、手のかかったことをやっても、結構な作品が当時は制作できて、今、なかなかできないのは、絵の具が乾かないと上に線料が載せられないっていうことなんですよね。この油絵の具ってね、すごくね、時間かかるんですよ、絵の具が乾くまでに。なので、 そういう意味ですごくゆっくりなペースになった分まあ私もですねずーっと制作していくと真滅してしまうので人間がどっかやっぱりなんかちょっとこのピントがずれて社会的にもおかしくなってしまうといけないなというのがあるのでこういう YouTube を配信したりしゃべったりたまにしないと 本当に喋らないでで制作してしてまうのででずっと正座して私あの椅子の上に正座して制作するのですごい足しびれるんですがそうじゃないとこう集中できないんですよねあの足も冷たくなるしなのであのやっぱりどっかで休まなきゃいけなくてでもそのことですごくこう健康が維持できているような気がするんですよね。なので、まあこのでこ油彩にも変えてまあ 制作もスピードが変わったし作品も変わってきてはいるんですがまあそれでもあのその時々にいいと思ってくださる人があの作品を購入してくださって制作が維持できてるっていう本当にありがたいことがずっと続いてるような感じです。で、えー、横須賀美術館にはこの作品も今あの帰宅されています。 えー、この作品はあのー「陽光の花」っていう2015年に油彩に切り上げてもう油彩の作風の、まあ、当時としては代表作として最初にできた作品なんです。でこれが谷正蔵さんっていうすごい若い方私よりもずっと若い方が買ってくださってその時谷さんも。 多分ね、お会いした頃はね40代とかだったんじゃないかと思うんですが、まあ、だいぶあのあれから、ね、年齢がもう年,年次が経ちましたからまああのー、イメージ変わってるかもしれませんが私の中でねすごい若い方が買ってくださってすごいなと思ってでこれは結構な金額だったんですけれども和田さん私 僕あの妹にせんあの相談して妹がいいって言ったら買いますって言ってくださって <laughs> あの妹さんとすごい仲のいいごのご兄弟い、ね、ですごいなんかそれで自分がやることに対していろいろこうねアドバイスしてくれるっていう妹さんらしくて。 それでこういうのを買ってみようと思うんだけど買えないわけではないんだけどどう思うって妹に言ったら「お兄ちゃんこれは買ったらいいよ」って言ってくれたんですよってでそうですかだから僕も自信持って買いますって言ってくださってっていうそういうねいきさつがあってまあなんていうかねびっくりしたっていうか。 という方が買ってくださるなと思ってもいなかったっていうのがあったので、大きい作品をね。あの買ってくださったんですよね。当時若かったのに、そしてなんか仕事も今までついてた。仕事辞めて自分の力で会社を起こしてやってきます。っておっしゃってたので、まあ、どうされてるかわからないんですが。 まあ、その作品も今横須賀美術館に帰宅されていてまだ展示されたことないんですけれどあのこのうんと大きい展覧会の時には展示されてあのチラシにこれ大きく掲載された作品だったんですよね。まあ、これこのマフレットに掲載されてるんですけれどもこの作品も今横須賀美術館の収蔵庫に収められていて。 まあいつ出るのかなーって多分谷さんもこう気になっていらっしゃると思うんですがうーんなかなかね美術館っていうのも今本当に大変なあの局面があって、えー、今ちょうどその細密展のと同時にけ開催されてるのはジブリ展なんですよね。それでこの ジブリっていうのはあの、ね、皆さん分かるように多くの人が見に来るからやっぱりそういう展覧会もすごく重要なので、えーまあ、行政的には人が集まる展覧会をっていうことでそうなるんですがこういうね私のようなまだ評価がはっきり社会の中で定まっていないような作家の作品を 展示した時にどのぐらいの人が来るかって全然予想がつかないじゃないですかそうするともしこれで人が集まら見に来なかった場合やっぱりこう現代サッカーっていうのは展覧会難しいねということになっちゃうんですよねそうするとそういうものって伝播していくんですよねこう同時にでもういろんな美術館があるんですが 今,今のところなんとか現代作家の展示をしても、まあ、経費が、まあ、他の例えば印象派とか大々的な展覧会やるよりは安く上がるとかそういうことの利便性みたいなものもあるのかもしれないんだけどこれでこう人があんまり行かなくなっちゃうとやっぱりちょっとジブリ展ばっかりにしようかってなっていくと思うんですよね。でそして今回すごく考えさせられたことがあるんですが。 まあ今回この動画であの話すべきかどうかちょっと迷ったところではあるんですけれども、まあ、私の作品を見ていきますと全部個人の方の帰宅であるとかあの軌道であるとかなんですよね。で今ですねあのうん。 横須賀美術館だけではなくて多くの美術館があの個人のコレクターの方々の寄贈に頼ってるってているうのが実情です。購入するその予算がないっていうこととかうん、まあ、これもねうーんどっちが先か卵が先か鶏が先かみたいな話でもあるんだけれども。 行政的にはですね黙ってても寄贈する人がいるだろうっていう考え方も出てきてるわけですよ。あの要するに以前は学芸員の采配で評価でその収蔵する作品を決めてその学芸員が予算を組んで購入するってまあそういうのが。 従来のね美術館の健康的なあり方だったと思うんですが、まあ、私のこの、うん、東京国立近代美術館の所蔵のものとかこの北海道立釧路芸術館の所蔵の作品はどちらも学芸員の方が直接作品を見に来られてたまたま来られてこれはっていうので。 3年とかかけてや,やはりあの審議にかけて審査かけていろんな人の著名な方々にお伺いを立ててあるいは行政に予算のお伺いを立てて購入されたものなんです。でまあこの時にはねずいぶん予算の問題で安く叩かれたっていうのもありましたけども,も初期の私の作品なんかそんな。 あの全然高くなかったんですねこのスクラッチだけの時って。で、えー、まあそこれがきっかけでだんだん高くなってくるんですが、まあ、そういうこともあるんですよ。それで美術館が買えなない作家っってて結構あるんですすよね高くなりすぎちゃってでそうならないために初期で本当にこう頑張ってやってるっていうのをこうチェックして見に行く学芸員っていうのがいるんですよねそ調査員っていうか。 そういう人の目に留まった時にチャンスがあって収蔵されることがごくごくたまに本当にごくたまらしいんですがたまたま本当に私もそれにヒットしたっていうかあそれがあのこのねおかげさまで相模原の市民ギャラリーで展覧会やっていた時に相模原には 東京国立近代美術館ののフィルムセンターっていうのがあるんですよねそこになんか用事があったかなんかでいらしたんだと思うんですがで目に留まってあのこの時にこの作品展示されてたんですねあの同時に。でそういうところから話があったけれどもこの2007年だったかな、まあ、結構やっぱり2006年から7年の時だったと思うんですが。 あの相模原で展覧会やってまあ本当あの修造になるっていうのにやっぱり1年ぐらいはかかったと思いますこれも釧路、えー、芸術館の時には3年ぐらいやっぱりかかったんですよね初めての,その公立の美術館が私の作品を購入するっていうことですごいハードル高かったんです。でまあよく考えてみるとよくやるなっていうか。 そのこれからどんな風になるかわからないような作家の作品を購入するってすごく責任が重い話だしまあ私がこれが購入されたきっかけは母家店なんですか母家店だって別に入選したけどもその何ていうか賞は取ってなくて選ばれたっていうことは選ばれたんだけどもうんあまりいい展示室ではなかったしでも うんよくよくこう振り返ってみると、まあ、神奈川県の県展で対象を取ったとかっていうことはすごく、うん、重要だったからそういう流れでこう来たのかなっていうふうに考えますがやはりあのこう現代作家の作品を購入するってすっごくハードルが高いんじゃないかなと思います。それにもかかわらず このように作品が美術館に展示されて、えー、たりそれから、まあ、今度今回は所蔵される対策が所蔵されるっていうことになったのでもう本当にコレクターの方々や美術館の方々や審査された方々とそしてあのこういうふうに応援して視聴して応援してくださる方本当いろんな方のおかげだと思うので。 もう本当感謝の気持ちでなんて言っていいか私もわからないような感じなんです。で,ですからねやはりこの期待に応えるためにもより一層作品にせ作品制作にこうあの集中しなければならないっていうこともあるので、まあ、今後その動画配信も、まあ、どういうふうにあのうん やっってていくくかすすごく考えるんですが、まあ、杉野さんが手伝ってくださってだいぶ助かっていることもあるしでもあんまりこの動画にあの手がかからなくてちょっと内容が薄いっていうのもどうかなと思うので、まあ、そういう意味ではもう少し動画の本数一歩一一月に4本だったのを減らしてもいいんじゃないのみたいには言ってくれるんですが、まあ、私も。 まあ、一人語りでできるところは一人語りでやってあと対談をもう少しあのテンポ今までの収録が月に1回だったら1ヶ月半に1回みたいな感じで、まあ、なんとか時間を制作にこうねあの割いていきたいなとは思っているんですが、まあ、そんな感じで本当、えー、ギリギリの中で制作をしています。<laughs> まあこうコレクターの方が買ってくださるっていうのは3年年にに1 1度度とか5年に1度です <laughs> それでその,あのお金もあの今やもう尽きてな <laughs> んとか独り立ちしなきゃいけないと思っているのであのこういう動画をしてまああのスパチャをもらおうとかいろいろ計画があったんですが。 スパチャって今までに一度もなくて。<laughs> あの、あの、まあ、ライブをしないから分からないとは思うんですが、い,いつでも、あの、そういうあ、あの、寄付ができるようにはなっているんですよね、動画の、えー。この下にですね、グッドボタンの1、2、3、4番目ぐらいに、ハートマークに、あの、なんかドルのマークで、サンクスって書いてあると思うんですが、そのマークを押すと、えっ、ー、と、 お金を送ることができますただしそのお金を送っても、あのー、半分ではないけど6割4割ぐらいは YouTube が取っちゃうので、えー、まあでもあの例えば作品には興味がないけどこの語り口とか、うん、川田さんは応援したいとか何かこの動画は存続してほしいっていう場合には是非 応援の,あのスパチャサンクスボタンを押してあの応援してくださったら嬉しいなと思うのとそれからこの度、まあ、最後になりましたがあの美術館の展示、まあ、記念、うん、所蔵記念としてましてプレゼント企画をご用意しましまたあ今回は、まあ、とりあえず5月30日までなんですがあのミニのジークレイの葉が 2000円のものを購入してくださった方にあのこれまではチケットをあのプレゼントしてましたけれども,もうチケットが今ないのでえー、っとこれですね「ん一憂千山潤す」っていう、まあ、これは禅の言葉から私がタイトルつけた画集ですけれども、まあ、私のこのハッチングって とかスクラッチが雨降りのように見えるっていう風なイメージがあったので、まあ、そういうものが1回の雨でもう山全体がこう潤うような,なんかこうテントをこう一体化したような制作っていうイメージで、まあ、初期の頃はブログにこのタイトルをつけてたんですがこの画集をあの10名様限定でプレゼントしようと思いますので。 あのこれがあのミニのジークレイを買った場合についてきます。で、えー、ともう少し大きい作品あのミニのジークレイはあまり興味がなくて普通のキャンバス作品とかドローイングとか版画を買ってみたいなっていう方は、まあ、この下のストアにも売ってますし、えー、私のウェブサイトの 本拠拠点になっているあの川田裕子作品サイトっていうのがあるんですがそちらの方はもうたくさんの対策も含めて版画もドローイングも、うん、キャンバス作品も全部あのジクレだけ売ってないですジクレはあのこのオンラインのストアだけあの下の,の YouTube のストアでしか売ってませんので、えー キャンバスの本作品を買ってくださったり、ドローイングとか版画を買ってくださった方には、えー、この横須賀美術館のこれはですね、川田有子店の図録、まあ、小冊子ですね、薄い冊子ですが、これとこの画集、ちょっと厚めの初期の画集ですが。 これとセットトで、えー、っとプレゼントさせていただきます、まああのー、部数が限られてますので、えー、こちらの方はあのー、先着3名様までにこの冊子がついてきますしまあもちろんもうこれ持ってるよっていう方もいらっしゃると思うのでそういう方にはまた別のプレゼントを用意しますのであのー、まあ,あそれに その時々の,あのお客様の感じ,感じであのプレゼントを買える場合もあるかもしれませんがあとりあえずあのそういうことでぜひ、ね、あのミニジークレーを買ったり作品を買って応援していただけたらいいなと思います五月三十日までです、えー、どうぞよろしくお願いいたします